ご演武でございます。無双神殿流居合術東流は流祖林崎重信より長野村草を経て現代に至っては中山白道に承継されたものである。中山白道は大正5年5月以降山川幸政の無双直伝栄心流を正しく伝承していた下村重一の皇帝細川義政の指導が契機となって大きく改元した。流刀の戦士より幾分派された流名を整理し武装神殿流として完成した。昭和8年5月6日大日本武道会演舞大会において武装神殿流抜刀術と交渉して演舞し以来武装神殿流居合として全国に普及され今日に至っております。大地会場荒木流憲法の声文でございます。続きまして大地会場次期新影流薙刀術園部雅美先生お一門によるご演舞でございます。次期新影流薙刀術新影流薙刀術の始祖は松本備前の神日野政元で今から500年ほど前関東の鹿島の太刀と関西の鞍馬流の長所を取って室町時代の末期鹿島神殿新影流という新憲法を創始したのに始まり7代より次期新影流と固定し今日に至っています。第15代園部秀雄は第14代佐竹貫流祭夫人重雄につき流道流薙刀術を合わせ学び多くの門下生を養成する傍ら秘伝の技に剣意を加えこれを25本に統一し現在の直進影流薙刀の型となっています。講師を兼ね備えた小脇の構え水車、風車といった車返しの技は自然現象の中に流れる力
の動きを技の中に取り入れ、最小の力で相手を制するという華麗にして勇壮な奏法であり、またそれが当流派の特徴であります。当流は現代武道としての薙刀とも深い関係を持つ流派です。Oh, my God.